はい、皆さんこんにちはでございます。今日もジョジョ DR やっていきましょうということで、今5時18分になりました。新しくガチャとイベントの方来ておるので、そこら辺のこともちょっと話しつつ、まあ、ちょっとガチャも回していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということでクエストの方見ていきましょう。皆さんどうだったでしょうか。前回の船長さんクエストどうだったでしょうか。もうね、400万ポイントで確か10連ガチャのチケットがもらえたんですが、きつくて結局やってないというすいませんでした。まあ、ライブ配信等でいろいろみんなとわちゃわちゃして100万はいったんですけど、やっぱ400万はちょっときつくて、はい、ということで、まあ、今回はタウンランキングということでタウンイベントになるのでしょうかね。はい、まあ、どんな感じかっていうのも、まあ、これもライブ配信してやっていこうかなと思っておりますが、ポイントの報酬確認を見ていきましょう。まあ、どこに10連ガチャとかチケットがあるかっていうのを見ていく。で、ね、前回、その、タウンイベントの方のメンバーを募集させていただいた新生の、新しくね、空前絶後のパールジャムという私のタウンで始動するので、そこら辺も楽しみにやっていきたいなと思っております。で、これも多分、イベントが終わってからもらえるんじゃないかなと思いますので、チケットガチャが50万かな、これ。50万。個人だと、まあ、10個とかあるね。5枚のやつが200万、これ。1、10、100、1000万、10万、100万、200万。200万で5枚、5枚。でも、10連が400万。まあまあ、でも結構、まあ、今回どれだけ稼げるかっていうのはちょっとわかんないですが、まあ、多分初期の方で、出たばっかりの方だとあんまり稼げない、いつものパターンだとあんま稼げなくて、後半からゲリラじゃないけど、またエクストラ上級とか出てくるんで、そちらの方を周回していくっていう感じになるんじゃないかなと思っております。タウンの方見ていき、タウン、まあ、個人はね周回したいけど、タウンの方にはチケット等はありませんね。で、F メガ A 戦車、これは歌教員が、あのギャンブルの兄弟、名前出てこない、で戦った車ですね。あ、10連あるね。10連が4000万かなっていう感じなんで、まあ大コイン10個、まあ、合計20個もある、27個結構もらえるね。だから、まあ、今回もまたみんなで頑張っていくっていう形になるんではないかなと思います。まあ、そこら辺の部分もライブ配信等またやらせていただくので、そこら辺でまた見ていただけたらなと思います。そしてクエストじゃなくてガチャ見ていきましょう。まあ、今回マインドの引かなきゃいけないかな、やっぱり。みんなで行くなら、まあ、4枚しかないんで、4枚引きますが、まあ、ポルちゃん。今回ポルちゃんが、アヌビス神のやつですね。強えぞーっていうことで、まあでも知略なんでね、じゃあな、知略だったっけ、これ緑なんでね、あんまりいらないかなと。しかも俺チケット1枚しかねえわはい、まあちょっととりあえずはマインド引いていきましょうか。ピックアップ、ちょっとボックス拡張しますね。マインドボックス拡張、待ってダイヤコイン使うんだ。ちょっとカットしますね。はい、ということで、マインドの方をちょっと整理させていただきました。ということで、まあ、チケット4枚引いていきましょう。どうかなっていうところなんですけど、やっぱり、タウンイベント専用のマインドがないと、ちょっときついかなと思います。さて、これは、ポルちゃんなのに入ってないという。過去のもさ、使えるようになってほしいんですけど、今回はどうなんでしょうかね。ちょっとそこら辺もまだ全然分かってない状態で。じとめの露伴先生。お、これは多分、OK、40% アップ。あー、どうしようかなという、スタチューも引きたいんですが、マインドを引いた方が絶対、今回は、まあ、みんなのためになるし、タウンのためにもなるので、そうしたいんですが、2枚目来ました、80%。全員につけたいよね。資産12枚。12枚欲しいんですが。さて、手に入るかどうか。いいね。地止めからの、イベントじゃない。ということで、2枚、80% ですね。80% でちょっと今から回っていきたいなと思います。で、スタチュー、まあね、これ引いた方がいいのかな。とりあえず、これゴールドチケット出たら、いいのにね、ポルちゃん。で、出たら、
あと全部マインドに持っていけるのにファンフィーターなっておる。しかも4人。さあどうなるどうなるどうなる。ファンフィーターカットインですね。さてどうだ。ピーとなっている。来るか。しげちだった。はい、ということで今ちょっとファンフィーターの方が鳴ってしまって申し訳ございませんということで、しげちだった。どうしましょうか。引きましょうか。引いた方がいいのか。ポルちゃん、ポルちゃんは当たりなのか。マインドの方引きたいんだけど俺は。しかもね、中途半端に40なんで8回ならなんか当たりそうな気もするんだけどな。シングルだと当たんないのかな。せめてさ、星5が一体は欲しいんですよ。しかも団結が欲しくて、あんまりポルちゃんよりもどっちかというと団結の方が欲しいけど、まあ超降臨ということで、まあ持っておいて損はないかなと思いますし、ハイディをアルティメットカード持ってるんで、超降臨の、まあここでもう一体持ってたらもうみんなからやべえこいつウリさんやべえってなるんで、この40枚で当てたいのは当てたい。ロハン先生か夜背景、ダメだな。3人からとか で当たったことない気がするんだけど、星5が。でここでまたダイヤ使うと次の1周年記念、2周年記念になるのかな、イベントがどうなってくるか。そこでまたガチャが多分面白いのが出てくると思うんで、そこまで貯めておきたい。まあ、今回のタワーのイベントで、まあ、頑張れば20枚のゴールデンチケットがもらえるね、ゴールドチケットがもらえるので、まあ、そこも狙いつつっていうところですかね。ウンドゥールさん。これ出ない臭いな。出ない臭い。出るときはちゃんと出るんだけどね。やっぱ夜背景とかじゃないと。がレインボーじゃないとやっぱりもうダメだね、このゲームは。うん、出ない。欲しいな、みんなが持ってないキャラが欲しいもんな。やっぱりコメントでさ、どうせさ「えてりめして」とかどうせ書かれるの。書くなって言ってんのね。書くなって言うのにね。なんか俺のコメントなんて、ガチャ動画って全部その自己報告っていうか結果報告の欄になってるんで、俺はそれを見てどういうリアクションすればいいのって、あ、よかったおめでとうやねとか思えばいいのかな。まあ全部のコメントを見させていただいておりますが、はい、まあこれもね、多分当たりました外れましたっていう結果報告のコメントになりそうなんで怖いんですが。当たんないなぁ。まあ、こんなもんなのかな、ガチャって。シングルだしね、10連とかだったらまだ分かんないけど、シングル8回でじゃあ当たりましたって言ったらみんな当たっとるわな、そりゃ。そりゃそっか、あと3回。でも最近当たってなかったから、その法則で言えば当たるかもしれない。最近当たってないから当たるかもしれない法則があるから、当たらない、気のせい。てて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 、まあ2周年になったらまたガチャのね、演出とかも変わるかもしれませんし、そこら辺もちょっと楽しみにしておきたいなと思いますね。このなんていうのかな、ガチャを引くでもなんか当たり外れがなんか大体察しがつくっていう感じじゃなくなるかもしれませんし、これは変わんないかな、ずっとこんな感じかな。もうこの時はもう外れってもう心の中では思って、3人銀外れ、まあ、バーンってバーンってで、ラストかな。あー、なんかマインドに使っとけばよかったなって思うよね、やっぱ結果論だけど。悔しいな。まあラストに引いたらもう取れたか OK なんで、はい、ちょっと最後にお願い、神様どうか2018年、もう1月も終わりますが、僕に幸せをください。これ来るわ、これ来たわ、もう神様お願いしたもん、神様の言うことは絶対だから。
ほらほらよ、二人です。こっから何か起こることも特にはない。はい、もう神様は信じません。はい、シーザーでした。はい、ということで今回もガチャは爆死ということで40枚あったのですが全部なくなりました。はい、また貯めてね、まあこれを引くか、また2周年の方に持っていくかはちょっと考えておこうかなと思います。皆さんはどうだったでしょうか。結果の方をぜひぜひ書き込んでください。を楽しみにしてます。でまた、このイベントの方もライブ配信とやると思いますので、よかったら皆さんと一緒にワイワイしながら周回していけたらなと思います。今回はこんな感じで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあねー。